1の1、スーパーマリオはゴールで条件せんやもんな。どういうこと、どこにあるやな。これも宝探しゲームみたいなもんになってくるかもんだ。どうなる、この辺にはなさそうやな。ルイージスローモーション気絶、ありがとう。でかいでかいでかい。ただパックン出てきたら怖いからちょっと慎重に行かせてもらっていい？あーまあまあまあ、コネコちゃん扉入れるかそれ。入りよった。あ、でも俺うまい、一発で入ったぞ。ほんでスーパーキノコやったかな、スーパーマリオのワゴールか。スーパーマリオ探しに行こう。コネコちゃんに取らせたらあかんで。来た、気絶せ、よっしゃ、慎重に行きます。扉、うわ、何これ怪しい、何これ、こっちかな。え、てかもう入るしかない。なんかそこ今んとこスキップされたらめっちゃ嫌やんな。行けましたーとか言って、あー大丈夫、来てるわ、よかった。あ、オッケーオッケー。今んとこなんかさ、スーパーテクニックで飛び越えられたら泣きそうやんな。俺も痛かったーってなるような。マリオも来てる、よっしゃー、負けました。なんでやねん、これキノコあるやろ、隠しブロックみたいな感じで。マジでないとかあんのこれで。どこにあんの、あ、この子では帰っていく、帰っていかへんな。うわー、これ最初、こんなに隠しないかな、ないよな。ウルイージ条件取ってる、ああいいこと思いついた。ここで一生立ち往生しといたろ。いいこと思いついた、これなら負けへん、一生立ち往生じゃ。200秒間勝つために、おっしゃ、やられた、よし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 、みんなやられた、チャンスでかい、行こう、チャンスあり。この人たちこの辺探してるな、この辺キノコあんねや多分。あそこのブロックがキノコなんや、出したるわ、行け行けマリオ、お行こう、みんなで行こうぜ、暗い中で行けばいいんやろ、ほい、そしてビコーン行っておいて、ふっ、追いかけましょう、まだチャンスあるかもしれへんからね、スピードでは。あそこワンパン決めるわ、俺。ショートカット決めます。それしか勝ち筋がない。いきます、ふっ、決まった、おっしゃ、出た、出ました、ショートカット決まった、よっしゃー、勝ちました、クーパスリベンジ。クーパスリベンジですね。行きましょう。スタート。まずは、オッケー。先頭出ましたわ。やった。これ落ちないように、かいくぐっていく。うわ、間違えた。素直に入った方が早かったわ。ただ、フリをずれてる。ルイージもずれた。ゴール来い。やったか。やったか、やったか、やったか。やりそうですよ、もうでも。もうやったんちゃうか。すごい戦いです。ルイージの沼掛け論から逃げなきゃ。でっかいブンブン出んなよ。うわーい。みんなでバトル。さあ、青い人とルイージ同じとこ入って喧嘩になってるよ。スタート、押し込み合いになってるよ、あの人たち。俺マリオです。出ましたね。さあ、引っかかりながらも、頑張っていきたいな。そういう風な意気込みでよろしくお願いします。ポコン、ポコン、ポコン、ポコン。これワンミスでもう負けやな、これ。ワンミスで命取りすぎやろ、あれ。トントントン、パコン、よっしゃー。ヤフー、まあ、これはいいでしょう。これはもういいや、もう最初からも狙わないっていう、ね、そういう戦法でいきます。そこまで、あんま変わらへんから。大きくね、ロス被らないんで、もう狙わない。うわー、ここちょっとゆっくり行こう。おっと、一瞬ラグ来てるからね。ラグの波が来るんでね。かわしていき。バネ当たらないで、ここだけ当たりましょうか。スイー、さらに交互進行。そして、ポンポンポーン。はい、下手くそ。そこは気持ちよく行けよな。さらには、間割り。ポンポンポン、気持ちよく言ったけどあかんかったわ。
マリオインターマリオインターですね。スタートインターワンダーランド。さあごちゃついての4番手ですね。まあここから俺がどのような競馬を見せるかね、皆さんに、おっと見せていきたいですよね。マリオ2番手で、子猫ちゃんもあのままどっか行ってもたらしいから、うおーいそこでパックンねんのはそらマリオびっくりするよな。ワンチャン足す乗りしかないっていうね。はい、これはクラウナで行く前。しゃあ、いや面白かったな。あそこのパックンがマジでナイスすぎたな。普段パックンな、うわーってなんのにさ、ちょうどいい位置におったから俺助かるっていうね。マリオには申し訳ないけど勝ちもらいましたね。テンプルオブドーム、テンプルオブドーム、これはもう下かな、さすがに。やばい、青いとやっぱほらマリオ行っちゃったよ。おい子猫ちゃん、やばいよ。ほらかっこいいかっこいい、なんかおシンクロダンスみたいでかっこいいよ。うわー、何これ、青いと勘弁せえ、ほんま。よし、いけた、やっといけた。ちょっと待って、ちょっと待って、このまま行かれて負けるだけは勘弁、ほんまに。さあ前期列、前期列急ごう。さあまたシンクロレース、前期列から行こうぜマリオ。ほい、これさっき俺ここで落ちたから、ふっ、危ない。これオンオフが変わってさ、マリオどうした、あオフじゃないとあかんのかこれ、もしかして食らえ。うわー、いたずら好きか、帰ろ帰ろ帰ろ、やめろって、千葉ロッテマリカツですね。スタート、大きな子のようです、そりゃそうか。スタート、まずは差がないか、でマリオだけわずかに立ち遅れたようにも見えました。ここからですよね、アイスフィールド、どうなるか皆さんドキドキしながら見てください、この勝負の展開を。決まっていたー、ルイイサチは気絶か、なわけないですよね。ほいほいと、何これ、もう分からへんから行くで、もうよう分からへんが、あなんか押すんやこれ多分、間割り、よしうまいで、ボコーン行ったったら多分これなんかなるから、その間に戻るんやと思うのね。そうやんな、オッケーオッケーオッケー。さあ誰だ、優勝者、手を挙げるのは誰だ、よいしょ、まだあんのかい、もう終わりかと思った。俺手挙げていいんかなってなったのに今一瞬。これ怪しいよな、これで負けたくないけどな俺。子猫ちゃん結構早いのよ、これピンク。ビッコン、ビッコン、はい、スーパーテクニックを見せつけていく。さらに、よう分からへんけど、これ何や、周回か。うわー、しかも高速周回レース、楽しそうです。わーい、わーい、よし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 。あ、引っかかった、やばいやばい。こういうワンミスがほんまにもう、命取りになってしまいますから。お命ちょうだいになっちゃうんでね。子猫ちゃんのテクニック次第。そんなの嫌だ、俺がもう勝ちたい。子猫ちゃん、鍵取ってやがる、やばい、おー、信じろ自分を、まだギミックあるはず、わからんけど、もう行こ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 う、この子ちゃんに負けんな、まだある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 、いける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 、いやー負けてる、いけ、まだや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 まだ、ここからここ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 、チャンスチャンスチャンス、もうお前はええ加減にしとけだろ、どうや。一の一マッシュルームメドゥ、あーこういうせい好きよ、この一般的なこのワクワクするやつね、こういうの好き、このスキンのこの一般的なワクワクするよね、このもう右行くだけでゴール見えてくるみたいな、それはどのせいでもそうやけど、わんぱくな BGM でこうさワクワクしながら行けるっていうのは楽しい。ルイと押しろ、オッケー、そして俺はもう勝ちに来てるからね、すごい勢いで行くよ、ごめんやけど後続にチャンスを与えない、俺が逃げたら終わりってことを教えなければならないんだよ、俺はさならないんだよね、シャンシャン、オッケー、さすがに逃がしたもんな俺を、行きましょう、よっしゃー、嬉しい、ウキウキシャーンシャーン。バウザーランド1、バウザーランド、これは何や、スタート、アイテム出そうじゃないこれ、ほらキノコ出た、取れていくが毒キノコやな、要するにみんな毒キノコに食われるんや、この子ちゃんごめん、君のキノコ食っちゃった、ただみんなやられてないな、やばい、ルイージやられたかな、さすがにピーバルーン、まあええか別にも関係ない関係ない、よしここで取ろう、で宇宙やから早いはず、いやこれ宇宙じゃないな、重力関係普通やもんな、背景が宇宙に見えるだけや、うわしまった、危ねえ、やばいブロック危ねえ、これちゃんとブロック入れとかんとな、先越されたら終わっちまうからな、うわーこれはわざとクラッと加速入るが、そうやんな、オッケー、
ウキウキシャンシャン、ウキウキシャンシャン。ピース。テクウォッチブロックス。ピースイチとフラワー、どっちを選ぶかっていうステージですが、まあフラワーかな。行こう。フラワー取っておいて。うわあ必須か。いや必須ではっていうほどでもないけど、まあ必須のようなもんやな。取りに行こう。行こう。多分ね届かへんあれは。ラグいけど大丈夫。オッケー。おっとこれでどうする。ラグいのはなんかラガーを爆発してほしいと思ってますんでね。おっ、そうした。強制的にでかい。行くぞこの子ちゃん。なんで俺全員に抜かされんねん。いけ。くおー、ピコーン、奇跡の復帰っていう演出であったっていうね。さあフラワー取ろう。ピースイッチ取り上げてフラワー待ちます。ピースイッチなんて行かれへんもんな。オッケー。みんなあそこで予約かけてんだろうな。行けてんのかな。直接行きよったか。早くぞ。あ、直接行ってるな。ただここで赤いのがないとあかんから、そう、これ乗らんとあかんからね。よし、マリオでも行けてそうやな。青いの乗れたんかな。なのに、メリアー・イン・ザ・バロー？さあ、イン・ザ・バローですねー。スタートー。あいだ、危ない危ない危ない。これじゃそんな、乱暴な真似やめてや。ほらな。結局それ自業自得になりますから。あまりにも乱暴すぎた。その俺に対して。あ、なにこれ？え？青い人何してんの？これなにこれ？あ、そういうコースか。わかった。コース概要、わかりました。あれですよね。ドッスンがちくわ出してくれるやつやわ。ちくわに乗るんやこれ。ほら出た。こういうことやんな。来たほらね。で青い人何してんの。あー俺折れたけど。これってマリオも、じゃあ青い人もやられてるし、マリオもやられてる。オッケー。じゃあ足場、足見えてなかったな。やばいやばい、先を見すぎた。大丈夫、まだ子猫ちゃんが意味分かってないはずやから。このゲームの多分落ちるわ。意味分かるあいつに。よし来た。ビコン押しておいて、でほら、子猫ちゃん意味わからず気絶してるやろ。で、これなんですけど、実はこうなんす。うわぁ、怒られじゃーん。手と手触れ合う瞬間に、優しい風が頬を撫でてゆく。高鳴るこの鼓動の一瞬、永遠にできるのは記憶だけ。星空が月を浮かべている。海は憂い揺れて、やってやろうじゃねえな。白金の小舟に揺られ海に溶けてゆく。愛に包まれてゆく。月のようにあなたを照らすから、そっと優しい色でずっとそばにいるよ。負けたくない。視聴者の方々に、皆様に俺は勝利の姿を見せたい。ただそれだけなんすよね。だから俺は行くよ。オッケー。